トーマと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また FM ギノアンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノアンのホームページから見ることができますので、チェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノアンを探してお楽しみください。それではこの後5時までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。30秒前とか教えてください。あ、了解です。声かけます。コーヒー飲んだ。こんな、こんなにもあるの一応2分ぐらい。あ、そっか。意外と聞こえるもんだね、そこね。そうですね。YouTube って今流す？ん？ん？これは録音？あ、録音。そう、録画です。録画。渚さんの顔がですか、ね、うん、あ、マイク、マイクに隠れてるけど、うん、あ、でも喋るときは大丈夫じゃない？大丈夫ですか。うん、まあ、ちょっとこのままちょっと マイクの位置もあるよね、うん、ラジオ局のマイクは大丈夫だから、うん、一緒に喋らないといけないですね、うん、マイクどこなんですか。まあこれは独自のやつだ、うん、マグロね。あ、どっかで見たと思った。僕も持ってるんだ。あれ20秒前になります。それではそろそろ行きます。はい、はい、どうぞ。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで今週も始まりましたゆりんこ沖縄です。今週もですね、先週と同じく収録放送になっておりますのでね、ちょっと、メールや、コメントの返事はできないと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、今週もアシスタントは渚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さっきまでね、はい、メタ的な会話ですけど、うん、さっきまで、先週分のね、うんうん、収録してましたね。いつもよりちょっとハードにね。ハード2時間ね。2時間ですね。あ、明日は3時間ですね。そうそうそう。まあ、この2月で FM 技能案が改装するっていうことなんですけど、うんうん、なんか次のなんていうかな、うん、内装、うん、どんなことになるかすごい、ね、楽しみですよね。1ヶ月約1ヶ月ぐらいかかるのかな。約1ヶ月みたいですね。そっか、うん、まあ、その間ちょっとねスタジオ使えなくなったりっていうところもあるので、うんうん、まあ今日は収録している録音を流すしてるわけですけどね、うん、まあ、次の FM ギノンね、生まれ変わった FM ギノンもすごい楽しみですね、うんうん、2月が改装だから3月からですか ね、うんうん、ね、どうなるんだろう。すごいおしゃれな感じになるん、うん、なるでしょうね、多分ね。なるはずね。はい、まあまあ
今日も始めていきたいと思います、はい、今日は2月13日ですか、先週はですね、あのフラットメンタルって言ってちょっとね、ちょっと安定した気持ちで人生を送ろうというような感じで、うんうん、あの可能性のことについて喋ったんですよね、うん、まあ、なんで可能性って言ったかというと、うん、人間ってついつい今の自分が一生続くとかさ、うんうん、なんか苦しい時期とかさ、うん、そういうのがずっと続くんじゃないかとか、うん、今の自分がもう全部の自分なんじゃないかとか思ってしまうんだけど、うん、そうじゃありませんよと、うん、まあ、そうじゃないんだけど、まあ、ちょっと自分に変化を起こすには少しね、うん、ちょっと苦しいというか認めたくないかもしれないけど、まあ、自分にも問題があってねっていう話したんですね、うん、まあ、それでね、完全に何か問題とかねストレスの原因が自分にあるってね、まあ完全に思わなくてももしかしたらとかさ、うん、少し自分に目を向けることで、うん、すごいいろんな変化が起こるんだよっていう、うん、そういう話をしましたね、うん、今日はねまたフラットメンタルっていうことで、俯瞰って分かります、うんうん、はい、俯瞰って、うん、ちょっと離れてみる感じ、そうそう、うん、少し上から眺めるとか、まあそうやってそういう目線のことですね、うんうん、あと客観ですね、うん、自分のことってなかなか見えないものじゃないですか、うんうん、それはいつも主観で生きてるからなんですけど、うんうん、まあ客観って言ってね自分のことを外から見たらどう見えるんだろうとか、うんうんうん、そういうのを考えてみようっていうような回ですね、うんうん、まあ、よろしくお願いします、うん、なんか先週の続きで、うん、まあなんかね、うん、いろんな問題、うんうん、はい、とかね、うん、トラブルとか、まあいろいろ、また自分のストレスでもいいし、うん、なんか問題になる、何かしら問題があると、うん、で自分自身だけじゃなくて自分の周りであろうと、うん、自分の家族だったり友達だったりでもいいんだけど、会社だったりね、うん、そうやって自分の周りの問題さえも、うん、原因は自分にあるんだよと考えてみると、うん、そう考えた時に、うん、いろんな自分に足りないものとか、うん、自分の改善点とか、うん、いろんなものが見えてくるんですね、うん、まあ、そうした結果ね、本当にストレスがたまりづらくなるとか、うん、怒らなくなったとかさ、うん、そういうことも、うん、僕は自分の変化としてあったんですけどね、うんうん、まあそのためにも自分って普段何考えてるんだろうとかさ、うん、気づかない、この気づくきっかけにもなるんでね、うんうん、前回はこの会社、うん、僕会社の中で学びが いっぱいあったもんですから、うんうんうん、会社の中でこんなことがあったらっていうような例え話いっぱい話したんだけど、うん、なんか癒しのラジオっていうか仕事術みたいな、うん、話になったんだけど、まあ、今回もね、ちょっと例え話で、会社のこととかいろいろ出そうと思ったけど、うんね、人間関係とかね、あ、そうそう、人間関係とかね、うん、何か自分を客観視するっていうのすごく大事なんですよ、うん、まあ過去にもね、うん、まずはちょっと振り返って自分が何を考えてきたか何をしてきたか、うん、自分のことに気がつかないと変化って起こせないんですよね、うん、だってそうじゃん、うん、なんていうかな、自分が考えてることとか、自分が喋ってることとか、自分がしてる行動とかね、そういったのを無意識的にやっちゃうから今までと同じことが起こるということですよね。でも少しね、一瞬立ち止まって、あ、自分ってこんな考え方してるからこうなのかなとか、自分のことを客観的に観察してみると変化のきっかけになるんですね、うん、
まあまあそれで、なんか立ち止まって自分のことを考えると、そういうのもすごく大事、でね、それって目線の持ち方なんですよ結局、うんうん、いつもね、例えばストレスとか、うん、ストレスとか抱えてる時って本当に目線っていうのかな、うん、なんか視野が狭くなったり、うん、遠くの方まで考える余裕がなくなったりするから、うんうん、本当視野が狭くなったりね、うん、先のこと考えられない、 目の前のことしか見えなくなるんだけど、うんうん、社長さんってね、うん、実はどんな従業員よりも高い目線を持ってるんですね、うんうんうん、で、うん、高い目線を持ってるっていうことは、うんうん、隅から隅まで見渡してるっていう意味なんですよ、うんうん、高いってことは、うん、まあ実際にね、うん、アリンコの目線を想像したら、うん、自分の目の下にすぐ地面があるじゃないですか、うんうん、だから見渡せるのは、うん、まあ、自分の周辺なんですね、うん、で僕たち人間は立ち上がったらアリよりも目線高いですよね、うん、だからちょっとその先の地平線とかまで見えると、うん、遠くのなんか電波塔まで見える、うん、でまあもっと高い視線だったら、うん、まあ僕一回ヘリコプター乗ったことあるんだけど、うん、まあその沖縄の地形が分かるぐらい、うんうん、高いと、うん、あそこがなんとか岬で、元部の方まで見えるなとか、うん、まあそんな感じで、うん、自分たちが住んでる地形まで見えるとかね、うん、まあ、そうやって目線の高さっていうのは、うん、この把握できる範囲も、うん、その決めてますよね、うん、で社長さんっていうのは、うん、実は一番高い目線を持ってて、うん、っていう話があるんですね、うん、だから社内でね、いろんな不満というか、うん、こんな問題があるとか、うん、いろんな問題点が出るけれども、うん、それって実はね、従業員、例えばその問題がね、従業員の方から上がってきたと、うん、こういう問題がありますって、うん、出たら、それはね、実は、うん、従業員視点から見たら問題であったけど、うん、もっと高い目線で見たら、うん、それは問題ではなかったんだと、うん、いうこともあるんですね、うん、もちろん問題だって上がるってことは問題なのかもしれないから、考えないといけないことであるんだけど、でも自分がどの視点から見てのことなのかって意識できないと、これって大問題になるんですよ、うんうん、まあ、そうだな、アリさんがね、うん、いやこれはうまくないな、ちょっと例えが思いつかないけどよくあることは、うん、仕事が忙しすぎるから、うん、なんていうかな、仕事を減らそうと、うん、むちゃくちゃなこと言ってるけど、うん、例えば仕事が忙しすぎるから、うん、社長もう注文入れないでくださいとか言うとするじゃん、うん、じゃあ問題は仕事が忙しいことなのかっていうと、うん、もっと高い目線で見たら、うん、仕事が忙しいのが問題じゃなくて、うん、仕事の仕組みが問題だったりするんだよね、うんうんうん、で当然経営者から見たら、いやいや注文止めたらさ、うん、給料どうすんのってすぐ思うんだけど、現場で働いてるとついつい手足を動かしていれば月に1回給料がもらえるってい う, もう刷り込みというか洗脳というか、もうそんな状態になってて頭が回ってない人もたまにいるんだけど、自分の給料考えないで、なんていうの、このね、なんていうか、今の例のようにね、うん、仕事を減らしたりとかさ、うん、楽したりとかいうこともあるんだけど、うん、でももっと高い目線で見たら、うん、固定費どうすんの、給料どうすんの、うん、返済どうすんのとかあるから、うん、お金っていうのはもう考えないといけないもんなんだよね、うん、まあ、だからこういう感じで、うん、人の
立場によって目線の高さとかって決まってるから、その一旦ね落ち着いて自分がどこ見てるのか考えるのって、うん、あのまあ、大事だよねっていうことですね、うんうん、まあまあ、先週やった話では、うんうん、まあ、フラットメンタル、うん、自分に問題があるって考えた時に、うん、今までのほら、今までの問題、うんうん、今まで自分が繰り返してきた問題の原因が分かったりさ、うんうん、あとはじゃあこれからどうしていけばいいんだろうとか、うん、あ、自分にはこんなことが足りなかったんだとか、うんうん、今起きてる問題はあの時した決断が悪かったんだとか、うん、まあ、いろんな気づきがあるっていうことを言いましたけど、人間ってほっといたら今までと同じ目線を持ってると、うん、今までと同じ問題意識しか持てないし、うん、まあ今までと同じ失敗をまた繰り返したりとか、うん、そういうことをしますよっていうことですね、うんうん、なので自分が何を考えてるかって知ることってすごく大事かなと思いますね、うん、どうですか？そっか、どうか、その考えてることだけでも現実がどんどん変わっていくから、はい、それで気づくよね、多分ね、このちょっと変えてたけどこんなに変わるんだなとかね。あ、はい、確かに、ね、考え方一つ、行動一つで、うん、今までとは違う、あ、はい、ね、ことが起きてくるんだったら、うん、変えた方がいいよね。そう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 望んでるのであれば変化起こすのって、うんうんうん、難しいと思われがちじゃないですか、うんうんうん、まあ、難しいっちゃ難しいんだけど、うん、簡単っちゃ簡単なんですね、うん、今までしなかった選択をすればいいっていうこともあるんですね、それはね、自分が今までなんか無意識にね、うん、どんな選択をしてきた、どんな思考をしてきたとかね、うん、そういう気づきがね、あるとまた余計簡単になるんだけど、うん、こういうことって今までの俺だったらしないよなとか、うん、そういうことを意識的にやると、うん、まあ、実は変化って起きるんですね、うん、まあ、それがいいのか悪いのかはもちろんわからないけど、うんうん、そうなんですよね、うん、変化が起きるんですよね、うん、まあ、その変化を起こすためにもね、うん、今の自分ってどんな考え方してんのかなとか、今までの私ってとか、うん、そう、前回ね、うん、まあ恋愛をね、うん、例にして、うん、例にしてっていうか恋愛とか結構分かりやすいんじゃないかな、うん、同じ失敗してしまうんですよ、うんうんうん、恋愛とかさ、家族とか親子とか近いから、はい、うん、同じような現象が出やすいとかっていうよね。ありますね、うんうん、渚さんも占いしててさ、うんうんうん、なんか、うん、なんていうかな、うん、同じ失敗というか、うん、なんていうかな、失敗というとちょっと同じパターンにはまるとか、ね、例えば、うん、同じパターンで、うん、繰り返してるんですとかさ、うん、そういう相談者さん来ますよね。あ、同じパターンだなって見てわかるような人いるけどね。あ、本当だ。あるよ、まあ、愛情あります、あります、けど、うん、まあ、恋愛とかさ、もう親子はもう縁が切れないけど、うん、恋愛だけだったら例えばさ、うん、別れたらいいことのこともあるし、あ、なぜかというと相性とかって絶対に自分あると思ってる方だから、どちらかといえば、はい、だって人って変わるでしょ。自分が例えば A 君と付き合った時の自分、うん、B 君と付き合った時、うん、C 君とか、みんな自分って違ったりしない？なぜかこの A 君の時は本当に腹が立つなじゃないけど、うんうん、よく喧嘩したとか、うん、何かにつけて、うん、これって多分元がちょっと合わなすぎるっていうのかな、反対すぎてとか分かり合うのがちょっと難しい、はい、でも B 君はとても居心地よかったなとか、うん、なんかいろいろあるから、はい、まあ、でも結婚とかそういう恋愛とかってさ、その合わない人と結婚しちゃったりする人も
ぱりなぜか光るって多いとかっていうけど、はい、まあ、そういうのってね、うん、まあ、相性っていうのもやっぱりあるとは思う。だから、まあ、変えられるのであれば、うん、やめて違う人探すなりとかさ、はい、そういうのも、でもそれも自分の選択だから。だって相手のこと悪いことばっかり言ったって、ね、相手のせいでしょ結局。そう、ね、相手のせいにしているっていうことですね、うん、自分の選択だったり、うん、この人はもしかすると相性がちょっとあまり良くないのかなとか、例えば、はい、っていうの大体良くない人って自分に良くないって気づいてるんですよ。あの占う前からやっぱりみたいなことも絶対気づくって人ってあ、なるほど、なんか、はい、なんか合わないんじゃないかなっていうのは、はい、気づきながら何年もいるとかさ。なるほど。でも離れられないみたいな執着。ああ、はいはい。なんとかコストとかサンクコストとかもあるでしょ。サンクコスト、はい、一緒にいた時間とか、うん、お金をかけたとかね、はい、そういうのが無駄になると思ったら別れられないとかね。なるほど。邪魔をしてね、はい、ほんとスパッとちょっと次他行ってみようかなとかっていう方がいいかもしれないしね、はい、でもまた同じような人見つけたら意味ないけど、はい、それがパターンですね。そうそうそう、だからそうするとその人はそういうパターンを好んでるし、うん、そういう人を選ぶし、うん、それも十分原因だよね、はい、一応そうなんですよ ね、はい、正直言えばさ、うん、それに気づいてパッてね、うん、その選択する人を変えないといけないとか、うん、自分のねその好みじゃないけどこれは相手が悪いんじゃなくて自分だなみたいな、毎回同じパターンだったらね、はい、あ、そうですね、ありますね。そうそうそう。そういえば僕の場合だと、うん、あのね、僕過去ね、うん、あのいろんな方とお付き合いしたなって思うけど、うんうん、あのパターンというか、うん、もうはっきり見えてる、はっきり分かることなんだけど、うんうんうん、僕ねないものねだりをして別れてるんですよ、うんうんうん、はいはいはい、うんうん、大変失礼な話ですけど、うんうんうん、あ、この人といったらこういう、うんうん、自分が期待するこういうことは諦めないといけないなとか、うんうん、あのこの人の性格だと、うんうん、あの自分はこういうところ我慢しないといけないなって言って、うんうんうん、なんていうの、欠点とか満たされないこととか、うんうん、あのそういったことに うんうん、すごいフォーカスしちゃって、うんうん、苦しくなって、うん、あのもっといい人探そうみたいな感じで別れるわけさ、うんうんうん、これってさ、うん、あの今思えば、うん、自分にはもっといい人がいるに違いないっていう思い込みですね、うんうん、でそれで探しますよね、うん、ところがこれって、うん、僕の感覚だとね、うんうんうん、まあ、ずっと続くんですよ、うん、どんなに相手を変えてもダメだと、うんうんうん、僕はちょっと自分の経験ではそういう答えが出たんですよ、うんうん、うすうす気づいてたけど、うん、相手が悪いんじゃない、うん、僕が悪いんだと、うん、僕の考え方が、うん、僕の考え方に問題があるから続かないんだ、うんうんうん、うすうす気づいてたけど、うん、でもどうしようみたいなそんな感じだったんですね、はいはいはい、へえ、うん、まずいよね。で変えたのが、それで変えたのが、それで、うんうん、あのそれでね、うん、僕今お付き合いしてあの、うん、もう入籍しますけど、うんうんうん、あの、うん、それで僕がなんで、うん、あの安定して、うん、あのお付き合いできているのかっていうと、うん、あれなんですよ、うん、足りないところとか、うん、自分の不満とかそらあるよねと、うん、あるけどあのね、うん、そこを見てたら、うん、一生やるなと思ったわけですよ、うんうん、また繰り返すなと、うん、思ったから、うん、じゃあ今の人とさお付き合いしようかどうかってなった時に、うん、僕は考えたんですよ、うんあの大事な大事なところですよ大事なところですね考えますと考えて今までの自分だったら絶対ダメだと自分の不満とか募らせてもう別れるとか言い出して恥ずかしいねまあそういうことを言い出すだろうじゃあ必要なのは自分の成長なんですよで考えたんですね、うん、で僕は
一つ今までと違う、うん、今までにしたことのない考え方をしたんですね、うんうん、それはどういうことかというと、うん、まあこの人といると不満もあるだろう、うん、我慢できないことっていうかさ、うん、あの我慢したくないこととかも出るだろうと、うんうんうん、でもこの人が素晴らしいことは、うん、あの分かってると、うん、あのこの人あの今までの人だってそうなんですよ、うん、素晴らしいところは僕は分かってる、うんうんうん、あのこういうところがあるから僕もお付き合いしてる、うん、まあ、でも足りないところも見るから僕はなんか我慢できなくなって、もっと完璧な人がいるかもとかって言って、うんうん、別れてるわけですね、うん、であの自分がなんか不満を募らせるかもしれないとかそういうことも分かってるし、相手のいいところも分かってる、うん、でも今のままだとまた同じことを繰り返すだろうと思って、うんうん、出した結論、うん、いろんなことがあるのは分かった上で、うん、ずっとこの人といようって先に決めようと思ったけど、うんうんうん、ずっとこの人といようって決めた後に、うん、嫌なこと、うんうんうん、とか我慢できないこと、うんうん、まあ、いろいろ見えるかもしれないねと、うんうん、まあ、それは それはもうその時だ、うん、もうその時が来たらその時だって思ったわけ、うんうん、でも今までと違うことは、うん、あもうずっと一緒にいるって決めようと思って決めたんですよ、うんうんうん、そしてお付き合いすることを決めたわけ、うんうん、なんでそれを決めたんだろうね。いやそれはね、うん、同じ過ちを繰り返したからさすがにもう人生進めたかったかなだから今まで痛い薬、うん、あ苦い薬か、うんうん、まあ、うん、痛い経験があったわけですね、うん、それでも変わらなかった僕がバカだったわけですよね、うんうん、でそうやって決めた、うんうんね、でもその決めたってことがまたいいよね。いいと思う。またさ決めようとも思ったんだよね、うんうんうん、例えばなんだけど、うん、そう決めようと思わない相手じゃなかったのかもしれないし、なんていうのかな、あ、なるほど ね誰でもよかったんじゃないかもしれない、うん、この人だからこそ決めたのかもしれないよね、うん、まあそれは分からないんですよ、うんうん、分からないけどさ、あの、今までお付き合いした人っていうのは、うん、僕は全員素晴らしい人だと思ってて、なのに、うん、僕が未熟だから続かなかったって思ってるんですよ、うんうんうん、まあだからまあね、あの今までお付き合いした方もおりますけども、うんうん、その方と、うん、いや僕はもうずっとこの人といるんだって決める、うんうん、そしていろんなその不満とか、うん、あのいろんな失望もあるかもしれないし、うん、あの、うん、なんか僕はまあ要は幼い幼稚というかさ、うん、あの足りないところに目向くっていうのは僕はもう自分が幼稚だったって思ってるんだけど、うん、まあそうやってね、あの足りないところもあったとしても、うん、この人と一緒にずっといるんだって決めたら、うん、まあ人生進んでたと思いますね、うんうんうん、まあまあ、一旦ですね、うん、一旦 CM を挟みましてですね、またちょっとね後半続きやっていきたいと思います。それでは一旦 CM です。なんかちょっと、今ちょっと30分ぐらいですね。マジですか。はい、うん、よかった、ぴったりです。え、マジ見てた。ぴったりというか、まあな、いい感じ、いい感じで。再開は1時何分ですか。再開は、あ、まあ大丈夫です。なちょっと30秒前ぐらいで、そうですね、10分遅れて考えていただいて、うんうん、2時6分、うん、あ、までか、はい、2時6分までか、はい、自分が繰り返す失敗とかね、まあそうだよね、だからそれも大事だよね、だから変えるためにね。じゅんさんって忘れ物しないように仕事でどうやってます。なんか、あー忘れたみたいな、未だに忘れ物する。あ、でも忘れ物多いから何やったかっていうと、うん、同じカバンに機材を全部入れる、はい、あ、やることのそのタスクの忘れ物はないんですか。
ああ、それどうしてます？ね、物の忘れ物だったらですけど、タスクの忘れ物、管理みたいな、タスク管理みたいな。あ、これ喋っていい？あ、もちろんそれ、なんか、そう、俺決定の、うちの会社の上司はタスクの忘れ物多いから、ね、どうしどうやっていいのか。上司一人しかいなくない。あと小座も。どうやっていようかなみたいな。つまりマナティさんじゃなくて。まあ、私ももちろんなんかあるんですけど、なんかどうやって管理してるのかみたいな。あのそれについては僕答えまだ出てないんですよ。ああ、じゃあ試行錯誤しながらやってるんだね。うん、でも今最近やってるのが。じゃあそろそろ CM 開けます。また合図します。はい、はい、どうぞ。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組は YouTube ライブやツイキャスでも配信されておりますので、 FM ギノアのホームページをチェックしてみてください。またメッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmginoan.com までよろしくお願いします。それでは後半をお届けしていきたいと思います。今日はね、あの俯瞰と客観、まあ、フラットメンタルを作ろうっていうことでね、あの自分が何を考えてるのかとか、あのそういう自分を客観視することって大事だよねとか、そういう話でね喋ってるんですけどね、なんか恋愛談みたいな。あ、何だったっけ。なってね、あ、なったよね。はい、なってね。あ、そうそうそう、そうか、恋愛のフラットメンタルじゃないけど、まあ、考え方がね、まあ、考え方変わってね、そうだよね、変わらないと。そうそうそうだと思う。結構同じパターンで人って繰り返すなと、うんなね、あ、これね、うん、人間って本当、うん、同じことをするようにできてる、うんうんうん、すごく嫌なんだけど、うん、はいはい、そっかそっか、もう本当に嫌なんだけど、うん、同じ失敗する、うんうん、どうするのじゃ。どうする、あのね、まあ、さっきのね恋愛の話だと、うん、もう今までにしなかった決断をしたわけですよね、うんうんうん、もう僕の今までの考え方だと、うん、また同じことするから、うん、違う考え方しようって僕思ったんだよね、うんうん、それでいろいろ考えた結果、うんうん、まずは先に一緒にずっといるんだという覚悟から入ったんですよ、はいはいはい、つまり、うんうん、頭の前に覚悟から入ったわけさ、うんうんうん、そしたら、うん、何の問題もないと、うんうんうん、続いてる、うん、っていうことですね、うん、あとね、うん、マナティ様からですね、うん、ちょっと CM 中質問があったからあの答えるんですけど、なんかね、あ、どうぞ質問。あ、そうなんです、なんか恋愛とはちょっと関係ないんですけど、はい、そのやること、タスク管理とか、はい、そういうなんか忘れ物を防ぐってどうやってるのかなと思って、はい、お二人にちょっとお聞きしたいなと思いまして、はい、はい、例えばどんなこととかね、なんか、まあ、期限があるものとか、もしくはそれプラス期限のないものもやるじゃないですか、仕事でも、うんうんね、ちょっといつかやりたいなとか、あ、はい、っていうのが混合してる中で、うん、つまりやることね。あ、そうそう、やること、うん、あ、忘れたっていうのは結構、そうそうそう。僕は、あ、どうぞ先に。え、そう、全部メモってるとか、常に、あ、スマホに全部入れてるし、そうそうそう、だからそんな忘れるってことは意外とないかもしれない。うんうんうん、何でしょうね、今あの便利な機能いっぱいあるじゃないですか、ね、仕事でも全部メモったりしても、あ、宿題を残さないようにしてた自分、あ、すぐやるすぐやるすぐやる、じゃあもう1日でできることは、あ、まあ、1日でできることとか、もうすぐ返事ができることはすぐ返事確認してするとか、宿題が嫌なの私、ああ残すのが、うんうん、あ、でも分かる、そうそう、だからすぐ済ませられるものはすぐ済ませておく、はい、あ、じゃあ明日に残さないのが基本みたいな、そうそうそう、もう今返事聞いて分かることはすぐ返すもの、はい、返す、あ、なるほど、そう、そう、宿題がなくなっていく少しずつね、それが一番いいですもんね、確かに、さすがプロ営業ウーマンですね、うん、ねえ、確かに宿題を残さないっていうのは、うんうんうん、これ自分の性質、うんうんうん、嫌だから私も嫌だか、かもしれないな、確かにな、僕はね、うん、あのやることリストという、うんうんうん、
あの、うん、携帯にこのさ、はい、アイコンがあるんですよ、はいはい、やることです、うんうんうん、アプリをダウンロードしてやってるんですか、ね、これ自分で作ったっていうか、自分でプログラムをしたんだけど、あ、うん、iPhone には全部入ってる、あの、うん、こういう仕組みが作れる、はい、機能があって、へこれをしたら、はい、音声、はい、音声が、はい、ね、入ってますね、今、はい、ただいまマイクのテスト中とか言って喋ると、うん、これがリマインダーに入るんですよ、自動的に。音声っていうのいいですね。あ、本当だ。本当だ。iPhone だと喋ったらその音声が文字に変換されて、うんうんうん、リマインダーに勝手に入る機能を自分で作れる。作ったの？最近めっちゃ便利。そうそう。だから僕コインランドリーやりたいなっつって、はいはいはい、あの土地とか店舗探してる時に、うん、運転中気づくんですよ、はい、この地域いいじゃんって、うん、あ、分かる。この運転中とか、はいはい、なかなかスマホ触れないからね。そう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 、でこういうのってもう何かしてる時に気づくんだけど、うん、家帰ったら全部忘れる。忘れちゃう、分かる。だからこれってね、あのポチって押したら画面見る必要ないから、うん、運転しながら、はい、宜野湾のこの辺り、ナイス物件ありって、うん、あの入れといたら、うん、後で忘れないで見れるから、はいはいはい、よし、じゃあ次あのどこどこ行く時にチェックしようとか、そんな感じで使えるね。じゃあもう統一してるじゃないけど、そこにも入るようになってるんですね、一応。気になることとか、あとは渚さんと同じく、僕も結構アナログ人間で、そのメモ帳、はい、あの手帳ずっと使ってて、手帳が手放せないですね。でも手帳に基本的に全部書く、はいはい、あそうメモとか、今もすでに、まあ、今手帳っていうか自分手帳使わないんだけど、このなんかこれに、まあ、やることとか、そうね、まあ、全部大体のスマホになってるけど、カレンダーとかに入れて、あ、全部カレンダーに入れてる。なるほどなるほど、うんうん、全部入れてるから、そうね、その日まで忘れてる。あすごい。その前日まではね、明日何があるかなってのは見るけど、うん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 、やっぱ見る習慣が、そうそうそう、あれ絶対必要ですよ ね。やったとしても見なかったら忘れちゃうもん、ね、確かに。でもね、いいですね、ボイスメモ。ボイスメモ、ね、うん、販売してないんだ、そのアプリは。あの iPhone に入ってる。入ってるんだ。うん、入ってる。機能としては入ってる。入ってる。作るのはちょっとね、うん、知識が必要だけど、誰でもできる、マジで、うん、でもなんかまあ確かにね、アプリ作れる人は自分で作ったりとか、そういうのがもう出てそうですよね、うん、あってもおかしくない、うんうんうん、調べてみよう、こんなの欲しいなみたいな、ね、ちょっと女子に言うと、そうそう、ぜひこれで忘れないよ。このこれ iPhone 専用だけど、はい、うん、多分Android にも同じように自分で設定したりとか、もしかしたらあるんじゃないかな、ね、ありそうですよね、今だと何でも。ちょっともし僕これでブログ書いたら送りますよ、あの作り方。なあね、うん、送ってね、押す、押す、はい、ありがとうございます。そうなんだ、うん、さあ、あとはね、渚さんなんかその、はい、自分のパターンとかないですか。パターンあるんじゃないかな、あると思うよ、やっぱ思考のパターンとか、うん、うん、そうだね、まあ、その例えば嫌なこと、嫌な人がいるとする、嫌な人って、はい、いたるとする、はい、その嫌なことで頭がいっぱいになったりとかさ、はい、すると視野が狭いでしょ、やっぱり、うん、狭い狭い、うんうん、そういうことなくて考えてないといろんなことがさ、あ、これやろうかな、うん、あれやろうかなとかってあるんだけど、うん、この嫌なことを考えてる時ってね、やっぱり視野が本当にね、狭くて、あとイライラする。そうそうそう、うん、なんかほら、いろんな想像力がね、うん、湧いてこなくなったりするよね。あ、そういえばそうです、ね。これはいけないと思って。うん、だからその自分を整えるように、それをほら意識していこうと思ったりした。えらーい。マジっすか、ね、じゃないとなんか、あ、本当はさ、これやろう、これやろうっていろんなこと考えてんだけど、うん、その嫌な人がいるとする、はいはい、それでなんかさ、なんか一気に忘れちゃったりとかする時があるから、すべてメモにしといて、うん、こうやりたいっていうのがいろいろあったとする、まあ、ブログやるなり、うんうん、まあ、何やるなりね、うん、ほら AI の学んだからそれでいろいろとやろうと思ってるのをメモとかさ、そういうのね、うんうん、まあ、メモしてったら
はい、何かあってもまたそれを見たらね、あそうだとこれやりたかったんだなとか思い出すし、うん、確かにそうそうそう、ね、自分を戻すみたいな感じ。なるほどね、うん、つまりなんかいろいろさ、あのパターンというか、うんうん、あの自分ってほっといたらこうなっちゃうから、うんうんうん、忘れないようにこうしないとなって言って、うん、それがメモですね。メモだし、その自分がそのなんだろう、そういうなんか良くないことじゃないけど自分にとってはね、うん、嫌な感情が動くようなこととかがある時に自分で戻そうっていうことをまた常に、うん、意識してるするようにした。あ、うん、すごい。しないといけないんだなと思った、うん、てかほら、 ほら今ここ呼吸とかあったでしょ。今ここ呼吸ってなんか今って思って吸って、うん、ここをつって吐くみたいな、うん、そうするとほら瞑想状態みたいなの入って、はいはいはい、思考ほら左脳の思考を消すみたいな、うんうん、左脳っておしゃべりするからいろいろと、うんうん、それを消したらリラックスできるしみたいな、うん、でいろんなインスピレーションも降りてくる、はい、っていうのやって、それがちょっと簡単でなんか面白いなと思ったから、うん、そこからこういうのって大事なんだなと思って。あ、なるほどね。その頭の中のおしゃべりがなくなるって、うんうん、それちょっとなんか心地よかったのかも。なるほど、うんうん、まあ訓練みたいな感じでね、はい、そのなんか感情がいろいろ揺さぶられることある時も、うん、自分を戻すためにとか、まあ、自分と整えるとかね、うん、まあ、例えば温泉行こっかなとか、うん、お風呂入ったりするでしょ、はい、そういうのとか、うんうん、大事に、うんうん、それが、まあ、呼吸とか、呼吸とか、温泉とか、温泉とか自分が好きなことだし、すぐできることだし、うんうんうん、日常的に。なるほど、まあ、海散歩するなりすぐできることだし、ね、近いし、うん、僕、うん、つい癖で、うんうん、頭の中で全部解決しようとするんです、うんうん、あるあるあるあります、うん、あるある、いっぱい考えてしまう、うん、暴走させたらね、そのままあ思考をそう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 ですね、うんうん、あるね、うん、だから一応体大事にしたりとかしますね、うんうん、あのね、うん、体の調子悪いと、うん、メンタルの調子も悪いわけですよ。もちろん修行によって体の調子が悪くても、うん、心は元気とか、うんうん、修行によって、うん、あの何だろう、心はめっちゃ落ちてても、うん、全くあのパフォーマンスに問題ないぜみたいな、うんうんうん、そういう人間になることもできるかもしれないんだけど、うんうんうん、でもね、僕ついつい体の不調があったら、うん、もうね、うん、ちょっと僕の弱さなんだけど、うん、イライラしたりするの。あ、すると思う、みんな、うん、なんか気分が落ちたり、うんうん、する。これはね、ちょっとね、うん、ま、課題ですね、僕は、うんうんうん、そうね、イライラしたら人に当たったりするしね。そうそう、で、僕の場合は寝不足と筋肉痛とかがあるね、うん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 、体が出てるとか、うん、あの痛いと、うんうん、あの仕事が億劫になったりするの、うんうんうん、ちっちゃなことが、うん、だるみたいな、うん、そうそう、さっき忘れないようにメモって言ったじゃん、うんうん、こうやってとってもちっちゃいことさ、うんうん、でこういうのが嫌になったりするの、はいはいはい、うん、そうか、それ自体ももうね、そう、ちっちゃなことが、うんうんうん、ちっちゃなことが、あ、うん、いや、もうめんどくせえみたいな感じでそれはね、うん、あのちょっとね、うん、あかんなと、うん、まあ、これはもうちょっと課題かな、うん、マナティさん、なんか聞いていい、うん、はい、なんかそのね、失敗パターンというか、あ、同じ行動とか、例えば、そう、あ、あ、うん、同じこと。でもやっぱり失敗した時はちょっと意識するじゃないですか、うんうん、はい、なんか、でもやっぱり時間が経つと、あ、待って、前やったこれ、ああやっぱ、そのパターンが多いかも。そうだよね、うん、ちょっと耳が痛い、ね、なんか気をつけてる時期とちょっとなんか離れちゃうと、うんうんうん、多分人間だからでも、ね、みんなそれぞれね、自分のパターンの性質とかもあるからさ、はい、うん、いや、耳が痛いですか僕がちょっと変わったのは、うんうん、あれかな、うん、あの
僕手帳に書くんだけど、うん、手帳見たくないんですよ、うん、実は、うん、だって、うん、遊んでたいから、うん、予定を編みたくないってことか、予定、予定、うん、予定埋めるのはいいんだけど、うんうん、なんていうかな、うん、まあ、手帳を見る習慣がなかなかつかないんだよね、うんうんうん、でそれはなぜかというと、うん、僕は本心では遊んでばっかりいたいわけですよね、うんうん、だからじゃないかなと思ってるんだけどでそれが最近ちょっと良くなったのは、うん、あの環境ができたからですね、うん、仕事場があると、うんうん、ちゃんとここに、うんね、ここに座ったら仕事モードみたいなところを、実際作ったと、うん、作ったらやっぱやる、うんうん、今綺麗なんだその仕事場も綺麗な方だね、うん、あの今ちょっとまたごちゃってしたけど今整理整頓の途中で、うんうん、これはあの、うん、綺麗になっていくところですね、うんうんまあ、だから環境で自分を変えるっていう方法は、うんうん、一応僕は有効だなと思って、ね、確かにそうだよね、その選択も自分だからすべてね、変えることだって変えないのも自分だし変えていくの環境もさ、ねうん、大変耳の痛いことですが、ねね、僕もそうですね、うんうん、先週さ、うん、人のせいにしてたら、うん、もう思考が止まるし、うんうん、成長もしないって言ったんだけど、うん、やっぱりね、人のせいにしてたら楽なんだよね、うんうん、楽だし、うん、なんか気持ちがいい、うん、人を攻撃してると、うん、でもそれって、うん、良くない、うん、って分かってるんだけど、うん、人のせいにしたりしてるなとか、うん、ある、うん、だから、うん、それって、うん、結局変わりたくないわけですよ、自分は、うん、変化したくない、うん、今の人生のまんまでいい、うん、で、結局選んでるんだよね、うんうん、だから、いや自分は変化を起こしたいと、うん、より良くなっていきたいとか、うん、どんどん変化していきたい、どんどん新しい人生を体験したいってなったら、うん、やっぱ人のせいにしてるとかさ、うん、自分以外のせいにしてるっていう自分に気づいたら、これはもう即自分で思い直して、うん、変化させないといけないですね、うんうん、変わってないことも自分の選択だからね、うん、そうね、イライラしたら、ね、自分の健康にも良くないしね、あ、健康に良くないですね、例えば何かそのイライラを当たられた、例えば仕事だったらね、社員とかでもその人もイライラする、うんうんうん、例えば社長がイライラしたら、あ、そうそうそう例えば社長も、うん、例えばさ、なんか虫の居所が悪かったのかよくわかんないけど、はい、それがスーパー短期か知らないけどさ、例えば、ね、社員に怒って言われた社員もえとかねえみたいなあったりして、この負の連鎖が、はい、負の連鎖マジでありますから ね心理学の実験家とかで、うんうんうん、やっぱ怒鳴り声とか、うん、あったり、うん、その萎縮させる声とかで、うん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 、本当に仕事の能率めっちゃ落とすんだよね、嫌だよね、うん、で自分に関係ない怒鳴り声が聞こえて も、ね、嫌だしね、その人の能率下がるわけさ、うんうん、だから、うんうん、ね、怒って仕事させるっていうのは実はめちゃくちゃ合理的ではない、うんうんうん、っていうことね、うんうん、そういう話もありますね、うん、さて、あと何分ぐらいかな、うん、あと6分、あ、まあ、5分ぐらいですね、あ、5分ぐらい、あ、はい、さあ、ということで、はい、まあ、いろいろね、先週から続いてね、うん、ちょっと内面考え方の話とかね、うんうんうん、今日はね、自分が何を思って何を考えてるのか、うん、そういう客観性とかそういう話しようと思ったんだけど、うん、まあ、いろいろね、まあ、先週からの続きでね、うん、まあ、自分の体験だ、うん、まあ、僕恋愛の失敗だとか、うん、いろいろやりましたけど、うん、また来週ちょっとね、今日話せなかったことがいっぱいあると思うんでね、また俯瞰っていうことと客観っていうこと、まあ、いろいろ喋っていこうかなと思います、うん、ということで、エンディングのお時間です。
本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日もアシスタントは渚さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ミキサーはマナティさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。